TOKYO HOT 100 on 81.3 J-WAVE。 クリス・ペプラーです。今日は8月25日、時間は5時11分で、ちょっとやっぱり日が陰ってきたというか、なんとなくもう風も秋っぽいよね。なんかちょっとなんか肩透かしな夏だったなという感じがいたしますけれども。で、プール買ったんだよね。バルコニー、うちのバルコニー結構広めで、そこがまあ唯一うちのいいとこかなと思うんだけど、そこにおったてて、ずっと女房がずっと反対してたんだよ。でもう3年前からプール欲しいなって言ったら、こんなの蛇口入らないずっと入らない、全然入るんだよ。なんかパッてネジ外すとちゃんとそういう接続があって、あんまり別にうちのかみさんの愚痴言うつもりじゃないんだけどさ、うちのかみさんってダメかもしれないっていうところがどっかでダメになっちゃうんだよね。俺どっちかってダメかもしれないんだったら、じゃあいけるかもしれないじゃんって、そういつもそういうタイプなの。ダメ、多分ダメだろう、多分でもいける可能性もあるんだよね。俺はそこを追求するんだけど、彼女の場合はダメかもしれないと思うと、それがもう頭の中ダメになっちゃうんだよ。で全然ダメで、うわそうなんだ、ダメなんだ、ダメなんだ、だから無理だって言ってんじゃんって言われて、そうなんだ、パッと、あ大丈夫じゃんって。それで念願かなってさ、通販で買ったわけさ。買ったんだけど、よし頑張ろうと思った時に台風が来やがってさ、で全然楽しめずに、もう今年はやめとこうかってわざわざ買ってさ、でも昨日追っ立てまして、そう昨日今日と天気良かったからさ、でちょうどなんていうんですかね、浮き輪じゃなくて畳みたいな、畳よりまあ小さいんだけど、なんかそれ浮くやつあんじゃん、なんとフロート、浮きマット、浮きマット、ユニマットか、まあそれを買ってさ、俺は気持ちいいんで、それとなんかプカプカ浮きながら、こうなんか気分はもっとでかいプールみたいな、とかイマジネーション使うとなんかね、そのまんまここはタヒシみたいな感じで、風も結構そよ風でいい感じで、ここはせいぜいコナみたいな、そんな風に楽しめるんですよ。よかったねと、そんな感じかな。はい、そんな残り少ない夏をなんとか取り戻そう、取り返そう、倍返しにしてやろうと思っている昨今、最新の TOKYO HOT 100 トップ5はこんな感じです。5位は山本さやかフィーチャリング甲斐高橋 from Ducky Tapes Feel the Night。 親校長先週32位から一気にトップ5入りです。4位は Katy Perry Small Talk、 こちらもオンエア校長、先週15位から急上昇。3位はサザンオールスターズ、愛はスローにちょっとずつ。やっぱり夏はサザン、オンエアに加えボートも稼いで、先週12位からトップ3入り。2位はオフィシャルヒゲダンディズム宿命、今年の甲子園を盛り上げたヒゲダンの一曲、再びトップ目前につけました。では最新の TOKYO HOT 100、 8月最後の100曲チャートを制したのは一体誰。オンエア鳴りやまず、カリフォルニアの3姉妹ハイムが見事2連覇達成しました。ハイム Summer Girl 2 straight weeks at number 1。 さあ、次回セゾンカード TOKYO HOT 100放送は9月1日。この日は100曲カウントダウンに加え、夏の最後の逆連祭り、逆連クイズ、逆連バスターがいつもの倍毎時やります。さらに毎時やります、つまり計4回やるということですね。さらに夏フェス総決算、今年の J-WAVE ライブやフジロックフェスティバルのライブ音源をドドーンとオンエアいたします。しかも J-WAVE ライブ全参加アーティストのサイン入り T シャツや TOKYO HOT 100オリジナル手拭いのプレゼントもあります。鳥獣ギガのやつでなかなかかっこいいですよ。小さい時鳥獣ギガってさ、すげえ怪獣だと思ったよ。鳥がつく怪獣でギガという名前かなってずっと思ってたんだよね。だからギガ、カタカナでギガ、鳥獣ギガ、全然違ったよね。そういう鳥獣ギガの手ぬぐいも作ってもいいかもしれないね。お楽しみに。 J-WAVE Podcasting TOKYO HOT 100.